do。 どうもジャスティス上野でございます。今日はクーニーズのビタ止めキャッチャー緑川と練習をしてきました。今日行うのは駒大苫小牧伝統のスローボール打ちでございます。うちはスローボール打ちが多くて、スローボール打ちですか？速球は投げないんですよ、ピッチャーは。はい、なのでもう、いいファストボールとか、こういうボールしか投げてもらえなくて、それをひたすら打つっていう練習でしたね。へー、緩い球が一番いいと思いますね。結局、遅い球を打ってるので、ごまかしてないんですよ、打球を。はい、本当に芯で捉えてないといい打球いかないので、それを一番体感できるのがスローボール打ちだと思ってるので。はい、ということで、スローボール打ちを行っていきます。今日はひたすら打ちに打ちまくります。直撃。笑ったらあかんけど面白いですね。ということで、スローボール打ちなんですけども、注意するところはしっかりと自分のポイントまでグッと持ってきてから強くスイングすることです。苫小牧の中澤くんも言ってましたけども、スローボール打ちはごまかせないですよね。僕が心がけているのはゴロを打たないこと、そして質の高い打球を打つことです。これネット割っても怖いですよね。皆さん経験あると思いますけども、これですね、ちょっと僕のあかんところが出ました。まあ、ゴロを打ってしまったんですけども、これはボールの上っ面を叩いてしまったのと、タイミングがちょっと早い、まあ潜ってるような感じですね。まあ、ここを次の球で修正するのを心がけております。まあ、日々、まあ、打席もそうなんですけど、練習中も全てがいい打球行くわけじゃないんで、しっかりとあかんかった時に次の球をしっかりと修正した状態で臨めるかどうかっていうのを心がけてます。ということで、緑川もスローボール打ちを行いました。今年の緑川の目標は打てるキャッチャーということで、しっかりと振りに振り込んでるそうです。今年の緑川は打撃にも注目です。試合で結果が出るように頑張ってまいります。本日の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティス上野アカデミー開講中です。野球が上手くなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。